輝く彼のたくましい、グナヨーに、感動が止まらない、世界中のファンに向けて届け、トべ、トンヒロース、世界独占ライブ配信、プライムビデオ、ナンバー、アイ、この、シグナヨという一言が、彼が本当に戻ってきたことを再確認させてくれた。ナンバー、アイの作詞した曲にも泣きそうになったが、思いもよらなかった、シグナヨで感動が止まらなかった、大好き。いつもは、グナヨーと言っているのに、今日だけは、 死ぬなよ、と言われると余計に感動してしまう。彼が、死ぬなよ、と言った瞬間、涙が止まらず、いろいろな思い出が蘇り、とりあえず泣きながら感じた。死ぬなよ、と言われて、嬉しくて足がパタパタした。おすすめコメント失礼します M。M、M 久々に聞けた。死ぬなよで涙が止まらなかった。本当に戻ってきたんだ。そう感じました。有明アリーナに行きたいです。本当に最高でしたよね。 フルで見たけど、どのグループのどの曲よりもゴートが一番輝いていたし、会場が盛り上がっているように見えた。さらっと問いかけてくれる感じの、死ぬなよう。はばいって、本当ににやけた。脱退後、もう見れないと思ってどん底だったのに、こんなキラキラした姿をまた見られて、本当に嬉しくて感動が止まらなかった。去年の今頃は脱退までのカウントダウン。この一年でいろいろなことがあったけど、私たちはナンバー、愛でした。 死ぬなよ。これには叫びたくなりました。この三人の笑顔が何よりも尊い。改めて、マリッペさん、動画を上げてくれてありがとう M、M71 歳のおばちゃんは、あなたたちのおかげで、幸せと、癒し、長生きをもらいました。一瞬笑ってしまったけど、なぜか、泣けてきて、涙。よかったよかった。ほっとした。興奮しすぎで、死にそうになったけど、元気をもらって、生き返った。また毎日、動画を見て、 元気のもとにするから、ナンバー愛も、頑張って、どこまで行っても近くに感じさせてね。この言葉が言えることを待っていたかのようなため方と言い方で、またこうやって輝く彼が見られて、本当に嬉しいなぁと思う。もう行った瞬間ニューわー。ってうるうる来て、3秒後には、号泣した。笑い、コメント失礼します。彼の、死ぬなよは、本当に感動が止まりませんでした。最高のステージありがとうございました。 素敵な三人の動画ありがとうございました。死ぬなよ。やっと彼の締めの言葉が降臨しました。また聞けるなんて本当に嬉しいです。言霊のように心に残ります。彼の最後の挨拶、言葉、死ぬなよ。最高でしたね。ファンを虜にさせる彼、独特の表現に感動の涙、です。私もこの言葉を聞いて泣いて、頑張るって叫びました。 そしてありがとう。お疲れ様と言いながら泣きました。彼は本当に素晴らしいですね。またライブするたびに、死ぬなよと言ってくれるのかな語彙力はないけれど、彼が、死ぬなよと言ってくれる間は、このグループは続くってことかな死ぬなよの言い方。前とちょっと違ってたね。笑い、封印解除したぞ。みたいな顔してた。彼が帰ってきた実感をつかませてくれた感じがして、思わず号泣した。